今から通勤通学の人が多いのかな。サボテン食べたことありませんよ。サボテン食べれるの？妹はパシリに使ってた？パシリじゃないでしょ妹は。泳ぎ続ける定めじゃない？何さーめって待ってめっちゃウケるコメント今の。待って待って、おキャパシティの泳ぎ続ける定めのところさーめだと思ってたの？サメだと思ってたの？ちょっとめっちゃ面白いじゃん。めっちゃ面白い。さあダメだよ、さあダメ。確か。サメじゃないでしょ。カゴメ生活が見えてる。で、まあ。間違ったかし。私間違えてる？そこ歌われてないか知らないんだよね。愛がなくなると生きられなくなる。私に似ているわ。さあダメだよね。やっぱ合ってるやん。野村合ってるやん。あと1時間か。あと1時間しかないの？ほんまやん。1時間4分。待って、めっちゃさ髪の毛綺麗になったんだけど、ほんと毛先が全然違う。めっちゃ嬉しい。木原の牛カツ美味しかったよ、連れてってください。うさぎのうなじ。シャンプー効果かな、わかんないよ。キャパシティ。チャンスの順番。チャンスの順番。だけど立ち止まっていてもしょうがない。しょうがない。じゃんけんみたいに。そう、デカボトルシャンプー。多分さ、業務用。めっちゃでかくない？だって顔よりでかいんだけど。見て、これ。ちょっとでかくない？ね、シャンプーだから。あとね、これ。君が幸せだったらこの時間が続くように。ずっとずっとずっと祈っているよ。もったかいんでしょ、わかんない値段は。美容院で使ってたからいいのかなと思って買ってみた。もう仕上がってるね。ありがとうジーコさん。今日の占い、今日の占いカウントダウン、イエー。今日の占いはね、ないかな。今日1位だ、見て。あ、映ってないわ。今日1位占い、やったー。今日占い1位なんだけど。やばい、やばい、めっちゃ嬉しい。待って、めっちゃ嬉しい。やっぱ美容院行こうかな、うちだし。わあ、嬉しい、めっちゃ。そんなん見とるか、こんなん見とるわ、毎日見とるわ。私は2位でした。2位はないな、何座？爪はいつもその長さ、キープ違う。なんか伸びてきちゃった。切るよ、握手会の前はびっちり切ってく。人傷つけたくないし。
Hey Siri。 Hey Siri。 朝ごはんは何食べたの？複数のお店が見つかりま、こちら。ビビった、これまたさ、あれじゃん、近くのお店表示されちゃうけいちゃん。シリの新技、また危ない。この時このうまい歌声本当にありますか？どういうこと？デジャブとは？あ、広口、広口。米田行きたい、米田行きたい、誰か連れてって。渋谷にはよく行くの？最近この配信ばっかしてるからどこにも行ってないよ。目茶色いよ、真っ黒、真っ黒、目ん玉真っ黒なんだよね。でもアイラインはブラウンで引いてるんだけど、黒っぽく見えちゃう。デジャブって何？デジャブってどういう意味？そう、私も今週ずっとテレビ見てない。カラコン入れてない、裸眼。常に裸眼だってば。カラコンなんて入れないよ。わかるでしょ、裸眼。めっちゃ裸眼じゃん。新宿にある。新宿にもあるね。エリー、エリーだよ、だってエリー、ヤッホー。黙ってる時のモデル系、サバサバ話す時元気系、歌う時しっつり系、三つが揃ってる。ありがとうございます。エリーだよ、ありがとうエリー、おはよう。ヤーサさんのとこに、ね、近所にコメダある。え、いいなー。愛知出身のはずなのに関西系に思える。マジか、撮影で終わったよ。マジか、前に一度見たことがある。今起こっていること、一度見たことが、見たことあることが今起こっていることとは難しいんだけど、その日本語じゃない言葉を使われても私はね、わかんないっすね。目はいいの、めっちゃいいよ。長島スパランド行っちゃダメじゃないこれって。 USJ に行ってください皆さん。 USJ ですよ、ユニバーサルスタジオジャパンに行ってください、ぜひ。ユニバーサルに行ってくださいUSJ に行ってください。ユニバ行きたい、ユニバ行きたい、行きたい、行ったことない。リカちゃんは寝起きなんちゃらで、なおちゃんテンション高い、どういうこと？コメダ一緒に行こうね、行きたいね、コメダ行きたい、近くにあったから行きたいな。 USJ 出るの分かんない、正規メンバーじゃないから出れないのかな。ジャパン、ユニバの言い方関西、どういうこと？ユニバじゃないの、韓国人です。変な日本語でごめんなさい。いや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 、ありがとうございます。コメントしてくれて嬉しいです。皆さん、エリーのさとちゃん恐れていた話面白かった。エリーのさとちゃんを恐れて、どういうこと？今から家出る人は気をつけて行ってくださいね。謎祭りで消化があるかな、わかんない。どうかな、あるといいな。お笑いライブ見に行ったことないから見に行きたいです。なおちゃん、何？スタジアムじゃなくてスタジオだよ。どういうこと？何が？何のこと？ユニバーサルスタジオジャパンでしょ？ユニバーサルスタジオジャパン。ユニバーサル、合ってるよね？愛知のどの辺の出身ですか？言わないわ、そんなこと。名鉄百貨店。知ってる。え、マクドナルドは、マクドナルド、マクドナルド、
合ってる合ってる。正論だ。マクド、マックっていう。どういうこと？マックっていう。キテイツ百貨店じゃなくて大百貨でしょ。違うでしょ。あ、間違えた。ああ、私が間違えた時の。受ける。マクドって言わない。マクドは関西呼び。私別に関西の出身じゃないもん。百貨店面白すぎてひどい。大百科でしょ、大百科。知ってる、あれ見てたもん。秋元さん突然来ますよ。知ってますよ、3回から来た。嬉しかった、来てくださって。思い出したら笑い止まらんくなってやめてください。マルエ、マルエよく行ってた。マルエよく行ってた。マルエで服買ってた。情報をバラすやつ。でも別にこれは普通でしょ。名古屋って、なんか名古屋だと栄かパス、栄のマルエかパステみたいなところ、あとパルコとか。え、かわいい、かわいいさんじゃないです、野村です。あ、マルエね、マルエ、かわいいじゃなくてマルエです。コロスケなりコロッケね、わかんない、どんなやつだったっけ。歌ってください、何歌ってほしいのも言ってよ。なんかマルエって百貨店、マルエってわかんない、いろいろ売ってる、化粧品売ってるし、服も売ってる。こんな感じでね、なんちゃら何みたいな感じよね。初めてのチュウ、これ歌っちゃダメだから歌えないけど知ってるよ。君とチュウ、めっちゃ歌っちゃダメだけど、これあー眠、歌ってるやん、歌ってしまった。雰囲気で押し来る。歌ってないよって感じ。ママー、ちょっとできなかった。ママー、アイジの人だよ。今お姉さん座りしてる。渋谷のパルコ行った、行ったことあるよ。え、行ったか、よく行く、行ってたけど今 AKB のやつやってるから行っちゃダメなんだよね。そこにリリーブラウンがある。髪の毛の匂いがする。髪の毛がいい匂いになってる。ふぅ、ふぅ、髪の毛の匂いいい匂いする、やった。ら、まあ、今はスラムチに言ってたの。じゃあもう行っていいのかな。リリーブラウンだよ。アナちゃん人形知ってる。でもあれ大阪にもあると思ってた。髪の毛、ふぅ、髪の毛を抽選で3名様にあげないわ。 DNA だこれ。今日はオイリーじゃないか。うん、ちゃんとしてる。あと小さい頃からずっと長髪。うん、ずっと長い。切ったことない、あんまり切ったことない、あんまりってか、あの短くしたことがない。カラスケなりー、朝からちゃんとメイクしてるよ、偉いでしょう。でもさ、なんかさ、まつげの長さが見えないんだよね。まつげちゃんと上げてるから。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。朝ドラ始まった。まぶたキラキラしてる、キラキラさせてるんだもん。情緒不安定でもない。帰りまりかちゃんが迫ってきてる、どういうこと。コンビニへ100メートル、いつもの雑誌コーナーで一目だけ顔を見たい。すぐにタラタラで
タラタタ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 タ好きなもんしょうがない。朝ドラのオーディションは切れるの分かんない、多分分かんない、どうなんだろう。ランクインしたいです、皆さん応援よろしくお願いします。ランクインしたいです。野村タタ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 。みーちゃんのとこいいよね。ああ、峯岸さんとカラオケ行ったことある。すごい、めっちゃ歌上手だった。グラビアって狙う？どういうこと？女優さんみたいに美しい。ありがとう。100メートルの名曲。この間、リクアボで出させてもらいました。2票入れました。ありがとうございます。5たす2は7。そのくらいできます？めっちゃバカにしてるやん。一桁の足し算ぐらいできるわ。今日メールまだ送ってない。うん、朝はお口止めだから送らない。お口止めっていうかね、時間が9時からだから、もう学校だから、その時間は学校の近くに住んでるって楽だよね。ダンス習ってた？うん。あ、1万2000来た。皆さんどんどん拡散して野村を有名にしちゃいましょう。 NGT が初の 初握手がリコちゃん。はぁ、なおちゃん16歳。そんなバナナ、昨日そのさ、そんなバカなって言おうとし、そんなバナナって普通に言っちゃったところが面白かった。進化している魚たち。ボケたの？何がボケたん？次豆乳かイチゴール、どっちにしよっかな。豆乳にしよう、昨日イチゴールなんだから。若いのにしっかりしてんな。ありがとう。嬉しいよ。そうやって言ってもらえて。なおちゃん、同い年だよ。ハルナーニャさん。ナーニャさんのファンって同い年の人多いのかな？昨日もなんかいたよね。みんな何歳ですか？皆さん。みんな何歳なんですか？実は何歳なんですか？31、99、20。投票はしない。だってめっちゃ年齢いるじゃん。非公開。プライベートなことはちょっとウケるわ。じゃあ私も年齢偽ろうかな。こじはる世代。あ、いいですね。みんな若いね。事務所 NG なんで、まあ、入っとるんか。しかもこの人めっちゃ握手会来てくれる人で、ありがとう。てかあの、私ね、いつもね、こういう紙パックのジュースとか飲むときにね、振る前に、この、ストロー刺しちゃって、刺してから振るからこぼれそうになる。篠田三世代。おー。落ち着く場所だな、ありがとう。あっちゃんとなるし、いいね。豆乳何味が好き？豆乳紅茶味が好き。私と同い年の人いないの？梅豆乳飲めない。梅嫌い。16歳の人いる？あ、いるじゃん。ビビアン。もう分かった、ビビアンね。あんまりいないんだね。昔16だったよ。それは誰でもその時期があります。そんな当たり前でしょ。面白い。気持ちは16、永遠の16歳ってやつ。姉御肌なおちゃん。姉御肌とは、なおちゃんのかける3、なおちゃんの年齢かける3。ちょっと電卓使うわ。電卓、私の相棒。16×3は48歳。48歳の方がいらっしゃる。ありがとうございます。
あっち向いてほーいじゃないよ。なおちゃんに有名になってほしい。ありがとう。私もなりたいからみんな一緒に頑張ろう。なおちゃんの半分歳、半分何歳かな、16÷2は8歳、8歳か。わ、8歳、なおちゃんの配信見てから豆乳飲むのが習慣だった。くっきりほくろ、ほら握手会に見に来て、握手会に見に来て、ぜひほくろ、ほらここと、ここエリーの妹か。エリーの妹と会ったことあるよ。みんなでお野菜行った、エリーの家族と。ああ鼻かゆい。握手いきます。ありがとうございます。お場面絶対取った方がいいよ。握手会っていつやろ。26が多分一番近い。あー、早く握手会の日来ないかな。遠いよ、握手会早くしたい。握手会遅いんだよ、もう早く握手会したい。剣がない。なんか違う匂いする。なんだ、握手会遠い、握手会遠い、握手会の日程が遠い。はあ、首、ああ変な音出た。鼻詰まってるからやっぱスタバナウいいな。野村にもおごって。私いつもキャラメルフラペチーノが好きだから飲んでる。なおちゃん、なに、初めてチューした時めっちゃ緊張した、びっくりしちゃった。あの事件があったのに握手会怖くないの？だって私にとっては握手会が唯一直接ファンの人と触れ合える場所だから。キャラメルフラペチーノなんて一緒一緒。エクストラホイップ、ホイップもソースも増量したい。アクピー何アピールしたの？秋元先生にね、あ、何アピールしたっけ、歌った、あと AKB 変えたいって言った。でリップめっちゃプルプルにするね今から。ちゃんとグロスとかも塗るね今から。じゃあどう？テカリすぎてキモ。久しぶりにグロス塗ったわ。いつもリップ普通塗るだけ。中井梨花ちゃん30分で2つレベル上げてる。野村もレベル上げてよ、みんなお願い。みんな野村に力多くださーい。顎の下にスイカの種ついてるよ。そんなこと言わないでくださーい。スイカの種じゃねえよ、袋だわ。何カレーが好き？カレー基本的好きじゃない。ココイチのカレーが好き。ルームレベルってどうやったら来るの？わかんない。なおちゃん名前呼んで。大山さん、やっほー、やっほー、やっほー、ヌーブレ、やっほー。
大喜利コメ増えた。それな、なんかめっちゃお笑い芸人並みに私言われてる気がするわ。振られてる、めっちゃ。小島子さんとかナーニャさんとかあっち系統の方に似てるって言われること多いな最近。嬉しい。買い物行きたい、行ってない、今日行きたいな。今日天気悪いのかな、天気調べる。晴れのち曇り。で現在は雨降ってるけどずっと後は曇り。どこに買い物行こうかな悩んじゃ。どうしようかな、どこに買い物行こう。ダイソー行きたいけどダイソーがどこにあるかわかんないんだよ。ダイソーの店舗調べようかな。泣きながら微笑んであなたを見送りましょう。でもダイソー今日やめとこうかな。あ、どこにあるか分かんないし。みやびさん知ってそうとか、みやびさんに聞いてみようかな。あー眠い。顎にフランスパーついてへんわ。おいの裏なんだよ。イノクニアスーパーとは。超絶かわいい、ありがとう、嬉しい。ほっぺにハンバーグついてるよ。いやいやいや、どこにハンバーグついとるやん。どこも黒い部分ないわ。顎にフランスパンとか初めて言われたわ。燃える研究生どや。燃えてるでー。ポストこじはるなりたいです。ぜひ応援よろしくお願いします。顎にゴマついてる。いや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 、センター袋。これ前田さんに失礼だからね。そういうこと言ってる人みんな前田さんにも言ってると思った方がいいからね。わかったかい。あ、さやかさんの持ちネタなんや。君かわいいね。これめっちゃ流行ったよね。ポスト盛り上げでありがとうございます。嬉しいです。ハンバーグ食べたいの。お肉食べたい。お肉。前田さんはこっちの袋が2つなんだよ。こっちにあるんだ。そして反対にあるの私と前田敦子さん。学校は行くよ。後ろにいるの誰。野村。野村だよこれ。野村だよ。どちらかというと差し寄り。嬉しいです、ありがとうございます。指原さんのトーク力すごく見習ってます。私勉強してます。指原さん見て結構もう面白いし好きです。すごい。斜めってる。うん、斜めてない。斜めてない。みんなが斜めってるって言ってるだけ。昔の幸子さんみたい。嬉しいです、ありがとうございます。指原の回転の速さね。めっちゃ頭の回転速いですよね指原さん。すごいと思います。キス顔して。へへへ。喋りの感性がさっしーと通じるものがあるかも。嬉しいです、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいわ。話を上手な人は羨ましい。握手会とかもね楽しい。ぜひ聞いてください。ルームレベル上がった。本当にルームレベル100になりたい。なおちゃんに似てるって言われない。どういうこと。誰に似てるって。マリアゲさんの時がありそう。私マリアゲさんの連絡さら先すら知らないからもう連絡取れないんだよ。悲しい。学校行く時間大丈夫。めっちゃ心配してくれるやん。大丈夫やで。ほっぺ引っ張りたい。
めっちゃ伸びるんですよ。一番好きなやつは難しいけど僕たちは戦わないが好き。せいちゃんが雑炊作ってすごいね。野村もなんか今日作ろうかな。みんな私が何、私に何作ってほしい？ MC 得意？ MC ははっちゃけることができれば得意かな多分。すなんて言うんだろう、遠慮しなくてもいい場であれば全然。だから変に公演の MC とかって先輩だけしかいなくて結構気使っちゃうけど、あの普通のバラエティとかで多分やったら結構自分喋れる気がしてきた。アンダレとかパンケーキしか無理やろ。昔太ってたとか、まあまあ変わんないよ体重とか。ずっとこんな感じの村。ね、活躍できる場が欲しい。共和国やったらやばそうだね。楽しそう。絶対面白いよ。カルボナーラ難しそうだね。ゼロ歳から変わんない。本当にこの顔ずっと。ふぅ、売れてもずっとそのままやっていて。いや、もちろん。売れるように頑張る。前田敦子様です。生まれた時から研究生ではないです。ちょっと足痛いからちょっとストレッチします。よいしょ。ストレッチ。めっちゃ足痛い。何これ。しびれてきた。昇格できるように頑張るから。応援よろしくお願いします。そして今年の総選挙はランクインを目指してます。応援よろしくお願いします。研究生だからとか入って1年目で初めての総選挙だからってそんだけの理由で諦める必要はないと思ってます。私は遅刻ルー来ないわ。来ないように完全防備だわ。どうや。カップ、何がカップなの。どやつれえ、どういうこっちゃ。何つらいって。どうしたの。選抜目指せ。もちろん16人選抜目指す。頑張る。いや、総選挙でとかじゃなくて普通に普段で頑張る。だから皆さん応援よろしくお願いします。研究生だから楽にした。トムさんとかそうだったんじゃないかな。足は？足の形？足の形やばい。足の形やばい。やばくない？足の形。やばくない？そう、親指めっちゃ短いの私。これ見て、親指めっちゃ短い。でもこれ親指出世するんだって。めっちゃやばくない？これお母さん指めっちゃ長いし、ほらすごいでしょ。足つんないよ、ちゃんといつもストレッチしてるから。お母さん指じゃなくて人差し指か。でもさ、足の指ってさ、人差し指じゃ、人差しじゃないじゃん。初めて見た。どうも野村です。反対側の足も同じだよ。ほら見えないけど、もほら難しいな見せんのこれ。わかんないけど、でもこれ親指出世するんだって。すごくない？めっちゃすごいでしょ。ピーヤセンターや。センターになりたい。頑張る。なんかすごい体勢。普通この体勢で足の甲を見せられないと思う。画面が映らないとは。歩くの大変そう。
全然大変じゃないよ。ギリシャ型の足っていうのこれ。そうなんだ、知らなかった。お母さん、お母さんはレースクイーンとかモデルさんやってた。お父さんは知らない。鼻の下にほくろあるよ。めっちゃ美人さん、ありがとう、嬉しい。あ、おはようございます、おはようございます。遺伝子もろたな。親子2代で美人さんやね。いや、見たことあるんかい。どうなんや、はは。ギリシャ型足で調べてみて。調べないよ、人の足見たくないもん。ごめんね、人の足見せちゃって。でへ、あはは、あはは。なおちゃんはママに似てんの？ママに全く似てない。お父さんにそっくり。残念ながらね、モデルさんとかもレースクイーンやってたお母さんではなくてお父さんにそっくりなんですよ、私。お父さんにそっくり。マジそっくり、お父さんに。画面見ててもお父さんにそっくりやわ。自然体なおちゃん可愛い。ありがとう。おとん可愛いん。いやいやいや、めっちゃお父さんにそっくりなんだよね、私。レースクイーンってその時代ですごかったんだって。時代の問題、今はそんなに知られてないかもしれないけど。へえ、お父さんイケメンなのかな、わかんない。お父さん普通こんな感じの顔してる。野村みたいな顔。超似てるよ。りっちゃんの次 X20 を押すわ。どういうこと、ありがとう、押してくださるの、私のこと。パパのむ、パパ、お父さんも野村さん。そう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 。これを男バージョンにした感じの顔してるよ、お父さん。私よりももうちょっと鼻が高いかな、お父さんの方が。あ、でもね、がっしりしてる、めっちゃ。イケメンじゃないと思う。わかんない。お父さんはここ見てない。でもお父さん私のことすごい心配してくれてるから、頑張らないと。パパの身長いくつなんだろう。お母さん、パパのお父さんの身長いくつ？お母さん見てる？お母さんは結構私の配信見てくれてること多いから。なおちゃん 1.5 押し、一押しまでもうすぐ。ありがとう、一押しにしてください。パパの身長知らない。お父さんってか、私しかもパパママって呼ばないから。お父さんお母さんって呼んでるから、パパママって呼ばないよ。小さい頃から一回も呼んだことない。子供みたいじゃん、だってなんか大人になって、大人になってさ、パパママって言ってたらさ、めちゃみっともないって お母さんに言われた。だからお父さんお母さん。ね。でしょ、パパママ言わないでしょあんま。だってさ、社会人にさなってさ、お母さんの身長は176だって。お母さんの身長176だって。お父さんおしましします、なんでやねん。お母さんでか、え、176じゃないわ、お母さんは違うんだって。お父さんが178なんだって。間違えたってお母さんが送ってきた。お母さんの身長がーって言ったくせに間違えてる。ビビった。170もねえわ。お父さんだ。お父さんが 178?180 くらいだったよ、お父さん。ビビった。お母さんがそんなにでかいと思わなかった。
やめてくれよ。ビビッと、もうやめてよ。お母さんそんなでかくないでしょ。間違えないでよ。めっちゃウケるんだけど、お母さんもね、ちょっと抜けてるところあるんだよ。面白いわ。しかもさ、送ってきた身長すら間違えてるからね、お父さんのお母さん以前に。両親厳しかった。別に厳しいってわけじゃないけどね。176もあったらクソでかいじゃん。合わない腕でしょ。大人だから成長しないし。お母さんもね、ちょっとね、ミスるところある。そう、親子で抜けてる。お母さんもちょっと抜けてる部分ある。私は別に抜けてないけどね。親子でとか言っちゃったけど。そう、お母さんは160、いくつかな、わかんない。160なんとかだと思う。お母さん一番大きい時いくつあったんだろう。聞いてみよう。お母さん、いくつ？え、めっちゃウケる。めっちゃ野村ウケるじゃん。兄弟は2人だよ。私と妹。なおちゃんも150、160センチぐらいなのかな、今も。159とか。お母さん身長縮んだって言ってた前。キテレツ百貨店のママとかやめてくれ。お母さん。私の妹背高くなるかな。シールじゃないわ。ヒール履くから身長抜かされる。そう、私結構ヒール高いの履くから10センチぐらいとかの履普通に履いちゃうから。めっちゃ背高くなるから。お腹痛い、トイレ行ってください。俺191センチある。すっげえ、めっちゃ高いじゃん。バレーボール選手になったら？まだ負けてない。いいね。背が高い人が好き。そうでもない。別にね、身長とか気にしない。見た目は別にそんなに重視しない。お母さんがね、やっぱり性格がいい人がいいよって言ってた。でもボクシングやっとるで。すごいね、ボクシングか。はい。妹ください。絶対あげません。野村の妹。165しかない。私がヒール履いたら165より大きくなるよ。じゃあペタンコの靴履いてくね。姉ちゃんください。絶対私は誰のものにもなりません。野村は野村です。お母さんください。お父さんがいるので無理です。お母さんも野村のだから無理。野村の妹も野村。確かにみんな野村だった。ウケるわ。一言ネタとは、とは、いや、なんかもう芸人さんみたいなふりされてるやん。もうあんなに面白くないから、私もう芸人さん方は本当に面白いから、もうレベルが違いすぎるから、本当にすいません。もうあんなに面白くてなれないんだよ、私は。ふん。 AK ビンゴ出たことないです。出てみたいな。俺も野村になるわ。頑張って。でも野村になれなくない？身長菅原と同じくらい。菅原の方が大きいよ。はい、オッケー、ロロだよ。一人称 AKB の仕事するときだけ野村になっちゃうかも。普段結構私、でも野村って言うのかな、なんか AKB 入ってから野村って言うようになってしまった、なぜか。野村は、野村以外の野村のっていう人と結婚してくださいね。野村は無理なんで。握手会にモノマネやりに行っていい？ あなたが披露してくれなら全然来てください。斉藤さんだぞ。やらせないで。じゃあじゃあ出てる人いるよ。
ここに野村さんいる？野村さんって人、はーい、野村さんって名前だよって人いる？ガチの話。わ、ひどい。みんな嘘ついてきたからもう嫌だ。この質問やめるわ。研究室 SNS はないよ。できない。ランクインを目指してみんなの力をください。はい、皆さんご協力よろしくお願いします。ガチで野村です。同い年だし。そうなの、すごいね。村川です。リビアーン。ランクインしてほしい。ご協力よろしくお願いします。皆さん、野村はランクインしたいです。本当に頑張りたいし。ウェリー、野村ウェリーです。どういうこっちゃ。今村マリアちゃんより年下です。めっちゃ若いじゃん。ああ、明日はどっから生まれてくるの？どういうこと？なんか、ごめん、あくびしちゃった。チーム K、いいドラフトだったね。そう言って言ってもらえるとありがたいです。嬉しい。ありがとう。ランクインしたら何かする？じゃあ考えとくね。何がいいかな？水着。したい。グラミア。お仕事ください。フラミンゴ。みんな知ってんだあれ。インドア派かも。私は待っている。どういうこと？恋に貼ったら髪の毛バッサリ切るって。さくらさん、今も結構短くない？さくらさんって。バーベキューしたい。お肉食べたい。ハルピさんの髪の長さにツインテールしてんのかわいい。ハルピさんかわいい。見たい。写真希望。足は長い。わかんない。脱ロリした。さくらさん、ああ髪切った時にね。知ってるよ。これから学校頑張ってください。野村も頑張ります。バス停でバス待ってます。気をつけてください。さきこさんの卒業から野村に教えしました。ありがとうございます。さきこさんがいなかったら野村いないんで、ぜひ応援よろしくお願いします。運動部系に見える私。そう、インドア派。結構インドアかも。てかでも別に屋内でもできるからね。バスケとか、バスケ部だったし。私はタンが好きです。博多推しなのに AKB の話題についていけないの申し訳ない。そっかそっか。いいね、博多推し。花ちゃんじゃん。懐かしい花ちゃんとか。全然連絡取ってないや。連絡してみようかな。ハルピ様が好き。そうだったんだ。ちょっと嬉しい。共通点、意外な共通点見つかっちゃった。でも私部活ほぼ行ってなかったんだ。足骨折しちゃってから行けなかった。今日夜も配信する。夜も配信する。夕方5時くらいから。お菓子何が好き？いろいろ好き。ユイハンもバスケ部。そうなんだ。嬉しいな。顎のふくろ好き。お気に入り。顎のふくろお気に入りだよ。
スラムダンク知ってる。カラオケよく行くの行かない、家で歌ってればいいじゃんだって。センター袋ありがとう。性格いいよ、ありがとう。野村かな野村大人顔なのありがとうございます。コスパ最強、最高。無料配信でね、こんなにねたくさんの人が来てくれてね、覚えてもらえるって私も嬉しいよ。だって無料なんだから、みんな見に来るだけだったらただだよ。だからユーロでも来るよ。そうなの、有料もあるけどさ、 AKB に関してはさ無料のアイテムしか使えないって聞いたんだけど。東京タワーとか投げれないんでしょ。覚えてるよ、人気ですよ、ありがとうございます。有料になっても来る、ありがとうございます。あれ一つ1万、ぼったくり。東京タワー投げ飛ばしたい人生だった皆さん今日も星いっぱいよろしくね。今日ないかな、ないかな、今日ないんだと思う。どうしよう、あー気になる、ないかな今日。頑張って、野村もトップ3に入ってみたいな、3位以内に入ってみたい。頑張ってみんな。制限かかってるメンバーでは1位。そうなんだよね、多分私配信時間がもうちょっとなんかそのなんだろう、長かったら、あの制限時間がなかったら絶対にもっと配信してたわかんないけど、お昼とかにもやってた。ああ、ゆきりんがすごかったから5位、やっぱそうかな。確かに制限あってこの順位だったらまあまあいいのかな。今何時？あ、今47分じゃん。みんな今日も仕事とか学校とか頑張ってね。あと10分ぐらいしかないよ。君がルール作ったようなものからレジェンド、ありがとうございます。時代っていうものは何これ？何って、レジェンドってどういう意味？1時間に1回リセットすると伸びる。でも閲覧数見てさ、え、なんでこんなに来てるんだろう、気になるから行ってみようって思う人の方が絶対多いからさ、それは大切にしたいなって思ってる。ポイント稼ぐためにそこまでする理由が分かんないから、別にそこまでしなくていいかなって思ったね。5万で5万いったもんね昨日。え、話題になってたの？え、嬉しいです、ありがとうございます。なおちゃん毎日頑張ってる、嬉しい、ありがとう。限られた時間の中で頑張ればいいかなって思ってる。仕方ないもんね。通勤中に見てます、気をつけてくださいね。転んじゃダメですよ。だいぶ飽きた。え、そんなこと言われても外出できないんだから仕方なくない？外出禁止なんだよ。外出先で配信するの禁止なの。みんなルールを知らないんだから。もう知名度は確実に上がった。そうかな、嬉しい。できる範囲でできる、うん、そうだね、できる範囲でねやればね、きっといつか誰かが頑張ってるなって思ってくれる人もいると思うからふふ。野村おこじゃないよ、頑張りすぎてはないよ。今日も5時から配信します。あと10分しかないから言っとくけど、
今日も夕方5時から配信する予定です。皆さんよろしくお願いします。いってらっしゃい。あーちゃんのショールーム話題になってる、嬉しい、本当にありがとうございます。どんどん話題にしちゃってください。変な方じゃなくていい方の話題にしてね。でもで過ごすことなくなった、それは皆さんに私は貢献してるんじゃないですか、皆さんの朝の頑張りに。やった、嬉しい。猫顔、猫顔、10人に勧めた、ありがとう、嬉しいです。そう、私はね今もうね AKB のためだけに生きてるからね、この世にそれ以外何も私にはもう何も残ってないから、これしか頑張れるところがないのに頑張らないのはおかしいと思うし、だから頑張るよ、みんな応援よろしく。タラララ、タタ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 。野村ランクイン目指してるよ、総選挙、みんなよろしくね、応援よろしくお願いします。高校行ってますよ、もちろん。行ってなかったらやばくない？進化して、どこかであなたを抱いた気がしてた。そうだから、ね、私のためにね、お父さんもお母さんもね私のこと支えてくれてるの、頑張ってくれてるんだ。だからお母さんもお父さんもありがとう。そしてファンの皆さんもありがとうございます。いつも野村の配信に来てくれて、握手会とかメールとかいろいろ私に協力してくださってありがとうございますみんながいるから野村がいるんです、ありがとう。そう、もうみんなに感謝しなきゃいけない、感謝しかないです、ありがとうございます。みんなが話題にあげてくれるから野村気になるなって思ってくれる人もいると思うし、だから嬉しいよ、野村は。ありがとう。みんな野村ランクイン目指してるけど、そんなに某サイトに載せ、どういうこと？急に有名になったよ、本当に嬉しい、ありがとう。配信がなくなってもみんな野村のこと忘れないでねメールはちゃんと送るし、昇格できるように応援するよ、ありがとう、嬉しいです。外は皆さん知ってますよ、もう覚えた、やった、嬉しい。なおちゃんの握手いつ行けるのかな、わかんない、いつか来て。あ、順位発表するね、野村の自分のショールーム開かないと順位発表できないけど。あ、中井梨花ちゃんやってる、仲良くなりたいんだよね中井梨花ちゃんと。あ、じゃあ順位発表しますよ、いいですか、いきます。1位 TT さん、2位ミクさん、3位アメリカからシューさん、4位なおちゃん、亀押しさん、ありがとうございます。5位けいすけさん、皆さんどうですか、皆さん5位までに入ってましたか。あ、そう、最後だからもう最後まで読み上げちゃおうと。6位ゆうたさん、7位マリタンさん、8位小杖さん、9位ライライゴテアラさん、10位落ち武者さん、11位クロワッサンさん、12位ミリアンさん、13位和彦さん。皆さんの名前呼ばれましたか、どうでしたか。あらびきびきびきこてあらぽー、
皆さん名前呼ばれましたか？あと6分で終わっちゃう。残念。たくさん星投げたら上登れるんだよ。みんないっぱい星投げてね。野村がいっぱい星つかむから。あ、和彦さん呼ばれたって言ってる。圏外は読み切れないいっぱいいるもん。もうコメント書いてくれてる人は結構分かってるからね、名前とかちゃんと見てるから。ポニーテール見せて。今度話し方と声が好き、ありがとうございます。分かってるよ、結構ね、いっぱいコメントしてくれてる人とかは覚えてる。圏外だけどにおらずぞ、ありがとう、嬉しい。パクパクしない。うわ眠いな、なぜか眠いよ、ごめんなさい。皆さんあくびしちゃった。なんだかんだで見てます、ありがとうございます。勉強してる、勉強してるけど頭がちょっと弱いだけ。でもほんと頑張ったらめっちゃ頭いいから。あと4分しかないよ。今日美容院行きたいな。なおちゃんに名前呼ばれたい、みーよんさん。どういうこっちゃ、あれ待って待って、めっちゃ画面暗くて LINE が読めなかった。今お母さんから LINE 来たよ。2分前、斉藤さんだぞ。推薦コメント読んでる。でもなんか読んでた、読み方わかんなくなっちゃった。俺のこと忘れてるよ、ビンビンさん。あ、覚えてる。なんか一番最初の方になんかすごい読み上げてみんなが爆笑してた人。なんでか知らないけどめっちゃ笑われちゃった。忘れてないよ。チェケラッチョハゲラッチョ、チェケラッチョハゲラッチョ。1万8000突破ありがとうございます。みんなありがとう。あと3分。うん、中井梨花ちゃんが今夜も配信できないかもしれないって言ってるの。今夜チャンスじゃん、みんなチャンスだよ。また夜も来るね、ありがとう。ペペペ、いつもありがとう、みんなありがとう、来てくれて。チャンス、あ、言うな、ごめんなさい、すいませんでした。1分伸びた、間違えてた、さっき時間見るの。もう終わり、あと3分ここにいる。 NGT 公演なんだ、見てみたいな、みんながどんなパフォーマンスするのか。58分、学校行ってきます、行ってらっしゃい。せーの、あなた。そんなこ、そんな顔をしないでちゃんと見てよ。そ、何？記憶力いい？記憶力めっちゃいいよ。5時に待ってます、ありがとう。バイ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 、あーバイ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 。ビジネスキー16歳ありがとう。また夜に来るね、ありがとうございます。皆さん今日は朝から来てくださってありがとうございました。最後にちょっと皆さんありがとう、来てくれてありがとうございます。みんなありがとうございました。
あと1分で切っちゃうから自分で切っちゃうね。じゃあ夕方5時にまたぜひ来てください。ありがとうございました。以上 AKB48 チーム K ドラフト研究生の野村奈緒でした。ありがとうございました。